の実家に帰ったりとかは、うん、しないしない。家族とかではケーキを食べるけど、友達同士ではコスプレしたりとか。 Hey, it's Cat the Cat! Today we are here in Tokyo to ask Japanese people if they prefer Christmas or Halloween, and if so, how they actually celebrate it. There are quite a lot of rumors online. Let's find out what Japanese people have to say about that. And let's go and ask Japanese. Don't forget, hit that subscribe button now for more videos, and let's go!せーの、じゃじゃん、おー、大きく、クリスマスどれぐらい好きを表現するぐらいの、まだそこまで好きじゃない、もっと大きくて全然いいんですので、もっともっと、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 よし、いいですね、いい感じ。ぬって言わないで。ハロウィーン、もっと大きく、ハロウィーンの気持ちを込めて、イエス、いい感じ。イエーイ、クリスマス5ポイント、ハロウィーン、クリスマス、クリスマス、クリスマスの好きなところ教えてください。イルミネーション、イルミネーション、イルミネーションが好きです、ね、イルミネーション大好きです。おすすめのウリミイルミウルルルルルおすすめのウリミイルミネーションスポットはどこにありますか？やっぱ読売はすごかったですね。読売ランドはすごい最高でした。丸の内丸の内、原宿来てんだから原宿って言えよ原宿です。みんなイルミネーション好き感じで、イルミネーション大好き。じゃあなんか3人でイルミネーション巡りみたいなのやってるんですか？やってないです。やってない全然やってないんですね。じゃあこれからのプランですね。あ、そうですね。あのクリスマスが良いって言ってたので、クリスマスイルミネーション以外の好きなところは何ですか？クリスマスプレゼントもらえるところですかね。彼氏がいます。彼氏に、おやおや、ボーイフレンド、ボーイフレンド、彼氏にもらうところですね。そうですね。他のクリスマスの楽しみを教えてください。クリスマスの楽しみ、こっちに彼氏いるんで。待って、今年のクリスマスどうしますか？彼氏とイルミネーション見に行きたいです。だから3人 の, あのイルミネーション巡りではなく、そうです、みんな別々でロマンチックのイルミネーション見に行って、なんかそのクリスマスの完璧なデートは大体何をしますか？イルミネーション見て食べたりとか何かありますか？今年の理想のクリスマスデートを教えてください。やっぱりディナーを食べて、プレゼント私交換して、まあそうですね。でもね、なんかイルミネーション見に行って解散まあ解散したくないですけどね、はい、完璧なデート、その1、その2、どうしますか？おお朝から朝からデートして、ランチもディナーも食べて、イルミネーション見て帰る。プレゼント交換はいつのタイミングしますか？イルミネーション見てる時とかはにしますね、結構。途中にどうぞって感じ？そんな感じです。いいですね、キラキラの木の下で。あ、なんかそう、はい。いいですね。じゃあ、あの完璧なクリスマスデート頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。じゃあ私はお家でゆっくり、イチャイチャラブラブ。クリスマスケーキなんかの文化は日本にあるって聞いたんですけど。あ、食べます食べます。どうですか？食べますね。あんまり食べない。クリスマスケーキよりもなんかチキンとかそっち系を結構食べます。じゃあクリスマスはなんか日本では海外とちょっと違う感じで聞いたんですけど、ドイツだというは家族の祭りなんですけど、日本は家族のイベントではなく、やっぱ恋人と過ごす日ですね。あの実家に帰ったりとかは、あ、しないしないしない、全然。ハロウィン選ばなかった理由はイルミネーションがないから。イルミネーションがないっていうのもあるし、なんか一日だけって感じがするんですよね、ハロウィンって。でもなんかクリスマスはクリスマス期間が、あ、そうですね、長く楽しめるかなって。
期間結構12月入ったらもうクリスマスっぽくなるじゃないですか、うん、街が街が それがいいなって感じ。12月全部クリスマスみたいな、そういう気持ちでいます私は、はい、じゃあハロウィーンのいいところ教えてください。ハロウィーンみんなでいつもと違う格好をしてワイワイ騒げるところお菓子がもらえるなんかそのハロウィン今までも遊んだことあるとかあるんですか？あります。ダンスとかやってるとそのスタジオでじゃあみんなでハロウィンの格好をして踊ろうみたいな、ダンスのなんだろう習い事でそういうことはあります。楽しそう。じゃあ それでみんなでなんか面白い格好で踊ってたって感じ？そうですね。じゃあ去年は何の格好にしましたか？去年は海賊パイレーツみたいな。そうです。他のはそこのグループの中で面白かった格好の人は？はミイラの格好をしてる人がいました。あーマミーあれですよね、この全部いっぱい巻いてあるやつ。そうです。これ踊るの大変そうですね。すごい大変そうでした。絡まっちゃって。ハロウィンはいつぐらいどれぐらいの期間で遊んでるんですか？だいたい10月いっぱいとか10月中ですね。じゃ少なくても半月ぐらい？そうですね。多かったら 1ヶ月ぐらいですか？多くて1ヶ月ぐらい。結構長い期間ハロウィンもう1ヶ月ぐらいはあると思います。ハロウィンの方がわちゃわちゃしてて、クリスマスはなんか落ち着いてる感じ。クリスマスとハロウィンはなんかクリスマスなんかそのカップルが多いって聞いてたんですけど、ハロウィンは誰と一緒に一番ワイワイするんですか？ハロウィンは基本的に友達がメインだと思います。クリスマスのいいところは何でしょう？イルミネーションとかあるところ綺麗ですね。おすすめのイルミネーションスポットを教えてください。どこだっけ巻いて、あ、東京駅のとこのところ。おじゃあ東京駅皆さんぜひチェックしてみてください。雰囲気が好きです。どういった雰囲気がいいんですか？キラキラしてるとこ。あ確かにクリスマスはクリスマスとハロウィンの日本の違いは何ですか？どっちかっていうとクリスマスの方がみんなでこうパーティーっていう感じがあるかなって思います。クリスマスパーティーみたいな。そうですそうです。ハロウィンはそんなにパーティーって感じじゃないかなって僕的に思います。イメージで聞いたのは、はい、日本のクリスマスは、まあ、家族よりといえばやっぱカップルの方がのイベントなんですけど、それはいいかも。まあそうですね、確かに実家よりはカップルが多いかもしれない。ハロウィン、ハロウィンの好きなところは何でしょう？なんか仮装ができる、ディズニーが楽しい。あ、ディズニーはハロウィンで何かやってたりしますか？毎日仮装してます。キャラクターが好きなんですよ、ディズニーの悪役の、それを見に行きます。毎日仮装していいってこと？ディズニーでは。そうです。普通はしちゃいけないって感じですか？そうですね、ハロウィンの期間だけ仮装できるって感じ。自分は去年行ったことありますか？ハロウィンディズニー。去年行けなかったんですよね、台風とかで。その前は？その前も行ってないです。今年は行きます。おじゃあ仮装はもう決まってありますか？はい、ジャックハートっていうアリスに出てくるハートの女王の手下の仮装をします。ナイス、もう決まってますね。はい、クリスマスのいいところは？クリスマスはホームパーティーができたりケーキ作れたり、あとプレゼントがあるところです。誰とホームパーティーしますか？基本的には友達が多いです。家族とかではケーキを食べるけど、友達同士ではコスプレしたりとかで楽しんでます。あ、クリスマスではコスプレするんですか？サンタさんのサンタ服着て一緒に友達と盛り上がったりしてます。あ、それも楽しそうですね。意外、なんでクリスマスでしょう？クリスマス、なんか特別な感じがあるから。クリスマスは一番何を楽しんでるんですか？ケーキとプレゼント。なんか友達とパーティーとかやったことありますか？あー、パーティーはしますね。おー、クリスマスパーティー。じゃあ逆にハロウィンのちょっと物足りないところは何ですか？なんか渋谷でね、渋谷でガチャガチャする感じ。それぐらいしか思い当たらない。あ、じゃあお祝いしたことがないですか？ないわけではないですけど、まあクリスマスの方が盛り上がる。じゃあクリスマスはどの期間で遊んでるんですか？1ヶ月間、それともクリスマスの本当にイーブの前とか？前後3日ぐらいですかね。まあ、
大体俺ずっとだずっと遊んでずっとじゃあちょっと何月から何月までですか。12月の最初ぐらいから1月の前ぐらいまでですかね。結構クリスマス楽しんでますね、はい、クリスマスケーキって必ずあるものですか。あります一応私の国にクリスマスケーキがないので、どういったクリスマスケーキが多いんですか。ショートケーキ基本はなんかいちごが乗ってるやつ。そうですね。あれ誕生日ケーキとまた違う。まあそうですね、まあ同じケーキかもしれないけど意味が違う、なんか気持ちが違います。もうじゃあね、2回少なくてもショートケーキが食べれる感じですかね。はい、そうですね。それで全ての質問でした。ありがとうございました。ギフツ、パーティーズ、プレゼンツ、ケーキス、クリスマス won the race with 8 votes this time. Now also Halloween was the advantage of like dressing up as a group and having fun, but Christmas won the race this time for all the romance that you can have around the Christmas time with friends or with partners. Now for Halloween actually, I must say I love dressing up as you know from all the videos, and I actually feature all of those crazy dresses and fun coordinates on my Instagram, so if you have time be sure to come over and check out some styles. Might inspire you for your next Halloween coordinate or just get some ideas of how to dress up a little bit fancy when you go out next time. That's on my Instagram, that's canyoudoitcat, so C-A-N-U, and then it should actually pop up already. Thank you so much for watching our video. I hope you enjoyed this. Ash Japanese is doing more videos about Japan, so don't forget to subscribe for more stuff from us. I hope you have a great day and I'll catch you soon. Bye!